いやですね、視聴者の皆さん、まあね、一応許可取って、まあ、たまたまマッサージ屋でこの時間6時半から7時の間に来てくれたら俺らだけで他のお客さんなしで騒いでもいいよっていう撮影の予定だったんですけど、ちょっとミステイクでちょっと2人のお客さんおるんですけど、まあ、一応その2人には、まあね、許可取って、はい、まあ、一応、まあ、騒いでいいって言ってるけど、はい、本当にすいませんですけど、はい、ちょっと、まあ、あんまり騒がれるな、はい、とりあえずみんな着替えだけ、うん、みんな一緒どうぞ。あ、ね、え、普通の体のマッサージ。はい、着替えろ、お前ら二人。ブスのお二人、はい、着替えろ。なんで寝てないの？急いで。あ、そういうこと。結構ゴツゴツ。骨の音やばいですもん。もう痛い。そんな痛くないっすよ。痛いっすよ。経験しといてください。こっち行くわ。ちょ、もうでしょうな。いや、僕殴られとるんで、はい、痛み強いですよ、多分。痛み強い。あー、気持ちいいね。めちゃくちゃ痛い。ちょっと待って。もう無理。じゃあこっち向いてみようか。まだいい、まだいい、まだいい。気持ちいい？大丈夫。痛い。全然無理だろ。シャナ！マジ？そんなに？めちゃくちゃ痛い。女の子、でマジで嫌だ。明日歩けんかもしれん。靴脱いでみたい。ちょっと待って。話引っ張る。もうでかい。どっちが行く？もう普通ので痛いんですけど。そう、先輩が行く。先輩から行く。だんだん強くない。エロい。なんかエロい。
エロいってなっちゃう。ほら怒る。もっともっとお願いします。強い大丈夫大丈夫。強い大丈夫。そう死にそうだガチガチ言っとるじゃん楽しんでるよどうだっためちゃくちゃ痛リアクションがうまいわお願いします優しいでも全然痛い もっと強いいけるもっと強いもっと強いもっともっと強い強いもう絶対足も離さないよし強く大丈夫もっと強いよマックスもっと強いできる？まだ強いできる？もっとリアクション、ひっくり返るよ。チャンネル登録してね。お願いします。